えー、西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナーです <music>、えー、今週は、えー、塾講師 A さん、えー、男性四十代東京都の方でありますが、えー、まあ質問文章長いんで簡潔に質問だけ言いますと、えー、西田先生は日本と NATO との関係についていかがお考えでしょうかまあこれだけでいきますけれども 要するに NATO というのは北大西洋条約機構ということでワルシャワ条約機構と対抗するために作られたものですよね。というのはワルシャワ条約機構というのはもう今なくなりましたけれども要するにソビエト連邦がですねこの東ヨーロッパのこの衛星国家と一緒にですね作った軍事条約体制なんですよね。そしてそれに対抗するのが西側の北大西条約機構でですね ロシアとヨーロッパが接してるわけですけれどもアメリカはそこに接していないんですけれどもね大西洋を越えてですね北大西洋条約機構ということでアメリカもそのヨーロッパの一部となってソビエトの,この西側の進出を抑え込むと、まあ、こういう仕組みで出来上がったものがこの2つの軍事同盟だったわけですよね。ところがこれはもう東西冷戦が終わってソビエト連邦がなくなったと。 1991年ですか亡くなっちゃうと同時にワルシア条約機構も解体されないんですよでそ,のその時に、えー、エリツィンがですねロ,ロシア共和国という大統領になっていくわけですけどその時に、まあ、心配しなくてもいいと NATO はあるけれどもこれからね指一本拡大しないと東側に拡大しないから安心してワルシア条約機構を解体してくれとす、えー、ればいいとというので、えー、それを信じて あのワルシャワ条約機構なくなって、えー、今日に至る,るんですけれどもご存じようにそれからどん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 、えー、拡大していってるわけですよね。そしてウクライナまでですね、えー、ワルシャワ条約機構に入りたいと、まあ、こういう話になってるんですけれどもこれ一体何の意味があるのかということですよね。まさにロシアに対して、えー、そまずソビエトを解体したと。で,でソビエトを解体して、えー、このソ,ソビエトの一部だった。 それぞれの国があるんですけどねそれがどん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 西側に入っていくウクライナというのはそのロシア共和国とともにです、ね、ウクライナというのはソビエト連邦の中核になる国家ですからねそれも飲み込んじゃうということですからそれはこれどう考えてもねこロシアの立場というかねロシアの立場に立たなくてもよそから周りから傍観していてもこれちょっとどうなのと。 約束違反だしやりすぎじゃないとというふうになりますよねで、これは普通の神経だと思うんですよねところが、えー、そうならないのはなぜかとというのはロシアというのは悪者だからね。ロシアを潰せばいいんだとまあこういう発想があのみんなが刷り込まれているからですが果たしてそうなんでしょうかということですよねで、ロシアがなんで悪者なのとというとですねトラウクライナを何もしてないのに先制攻撃で、えー、武力、えー、攻撃したと そそもそもクリミア半島これをですねその前にぶん取っちゃうしいでそしてその後はですねそのウクライナ本体自身もですね攻撃をしているまさにとんでもないんじゃないかとこんなことを許しておいたら、えー、中国がもともとこの台湾というのはですねあれは中国のものなんだとで日本に、えー、しばらく捉えていたけど、ね、でその後蒋介石が防衛亡命政府を作ったけれどももともとあれは中国のものなんだとだからそれを返してもらいます。 とというのとですよウクライナはというかクリミア半島というのはもともとあれはロシアのもんだったんだとそれを一時ですね、えー、クリミア半島をウクライナに与えて活をしたわけですよねソビエト時代に。でしかしもともとはこれね、えー、ソビエトの時はまあウクライナもソビエトも一つの国だという形になっていたからいいけれども国分かれて、えー、おかしくなったからじゃあこのもともと俺と組んだもんだから取りましたというのと同じじゃないかと。 こういうい論法になるわけですよね。だからそういうことを中国が台湾にするといかんじゃないかと,ということで日本などはですね躍起になってロシア批判、まあ、展開してるわけですよね。でそれはそれは確かにそういうことにならないようにですね中国に対して牽制を与えると,ということでロシア批判をするのはそれはいいんですよ。 そそこはその通りでですすからいいんですよでただ問題はですね物事の筋道としてですね今回の戦争に限って言うとですねソビエト連邦というのをですね解体してロシアはじめ15の共和国に分かれていったんですかねでその時にウクライナなんかもですねそれぞれ独立国としてなったんですけれども問題はその後ですねそのウクライナ政府に対してアメリカがですね非常に 大きな介入をしているわけですよねヤルコビッチ政権ですが、えー、その時できたのです2014年の、えー、この選挙で選ばれた政党に選ばれた大統領をですね追い出すというクーデターを行ったわけですよね。でそのクーデターを死亡したのがアメリカの CIA そして、えー、国防。 国務省の次官ホノヴィクトリア・ヌーランドこの人が今国務じじ次官ですよね国務長官じゃなくて国務次官ナンバー2にまで昇進してるんですよそういうことをした人が要するにウクライナでマイダン革命をマイダンクーデターですよね行った人間を政権中枢に置いている今のバイデン政権ですね。そそしてそれがですねどどどどん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 ロシアに 戦争をさせるる方向に持っていっててわけですよね。で現に、えー、今ももともと NATO は指一本東側に伸ばさないと言っていたのをです、ね、全く保護にしていってるわけですからねでこれはもうロシアにとってはまとんでもないと、まあ、まさに自分たちの国の存亡をかけた戦いになっているという背景があるということはしとかなきゃならないしでそれを知っておくとですねこれはもうどっかで見た景色だなということになるんですね。 それは何かというと日本が太平洋戦争大東亜戦争ですよね真珠湾攻撃に、えーま、先制攻撃をして宣戦、えー、布告をしたわけですけどもねでこれが日本が先制攻撃したとで宣戦布告もしなかったと、ま、実際にはしてるんですけれども宣言布告の、えー、連邦が真珠湾の攻撃よりも遅れてしまったというのでそれ無通,無,無通告であったということで。 ね、日本はひどいんだという話になってるんですがそもそもそうなる前に ABCD ホイモとかでですよで日本はそのあとアメリカから一番石油を輸入していたわけですよ今のような中東じゃなくてそのアメリカが日本にはもう石油やらんとでそれインドネシア、ね、でこういうところを抑、ね、えているのがダッチオランダですよねだから A, A っていうのはアメリカ B はブリティッシュで C はチャイナ紹介石ですよねこの時はね。D オランダと一緒になって日本に資源をを石油を送らせないといとう包囲も作ったわけですよねで日本は石油全然取れませんからね石油が入ってこなくなったらもう死ねというのと同じですよねで。そしておまけに春ノートというのを突きつけられて日本の,あの大陸における権益全部放しなさいと,ということになるとまさにもう死んで腹を切りなさいというのと同じになるわけですよね。でこれでは ね、あの日本国家として、えー、黙ってるわけにはいかないと、まあ、健康一滴ね、えー、この日本の主張をすべきだとだから大東亜戦争が途中始まったんですけれども、まあ、これはどの道ですねあのアメリカをですよ戦争してアメリカを全部征服できないわけですよこんな初めから無理なわけですね要するにこういった戦争もどっか最後はね えちょっとあんたたちのやり方やりすぎじゃないというまあ抗議行動でありそしてその後講和をしてじゃあちょっとねもう一度話をしようじゃないと a b c でホームを外してくれとかそういう話になるもんなんですよね本来ところがアメリカにそういう気がないわけですねもともと日本に宣戦布告はさせておいてね講和をね受ける気もさせるつもりもなくてですね徹底的に日本を崩壊して 行くとところままで持って込まれたとでさらに原、まあ、爆を2発も押されてるんですからね、まあ、とんでもない目に日本はってるわけですもちろん日本も当事者ですからね、えー、そういう意味では、えー、そ,れそれぞれそれなりのです、ね、責任はもちろんあるんですけれどもしかし歴史を全体を見るとですね、まあ、いわゆる東京裁判的なです、ね、日本が一方的に悪かったという話にはとてもじゃないけどありえないわけですよね。 でそういうことを知っていれば今回のロシアはよく似てるねとロシアとウクライナの話はよく似てるねというのはもう誰でも直感的にこれ分かるはずなんですね。と,ところがこれを分からない、まあ、人がたくさんいるわけですよね。ですからここが一番問題で、えー、NATO の話について言えばですよ要するに NATO と日本とどういう関係という話ですよねはっきり言いまして。 というのが大事なことだととだ思いいますというのはロシアと日本は、まあ、戦争もしましたけどねそしてまた今4島を占領されていますけれども、まあ、今実際には平和条約結ばれてないけどずっと停戦状態ですよねそして現実問題この天然ガスを輸入したりですね海洋資源ですよねロシアの領海で、まあ、ロシアの領海はもともと日本の領海だといえばそれまでなんですけども実際ロシアが占領しているところの そ,のそこからトルコとも漁業協定で結ばれたり安倍さんの時代にはですね26回7回あってですねもう平和条約が締結というところまでまあかなりね有効な関係が続いてきたわけですよそしてそれは日本にとってもロシアにとっても共にウィンウィンなんですね。ロシアにとっってててはこの荒れ余る資源を、ね、日本の力で開発をしてもらって でそれをお金に変えてくれてロシアの経済を豊かにしてくれる方がありがたいしでロ日本もロシアの,その豊かな資源を日本で利用させてもらうとほんの隣接国ですからねこれはありがたいしそして日本とロシアが友好関係であるということがもともとの中,中国の,この台湾海峡また、えー、尖閣諸島など海洋進出に対するまさに、えー、抑止力になるわけですよね。まさに 中国国でで一番国境を接しているのはロシアなんですからねで。そのロシアが日本と友好関係だということになるとこれはなかなか背後から疲れては大変だというので中国もそう簡単にですね日本に対してそういう武力をやるとか台湾海峡で紛争を起こすとかいうことはやらないわけですよやるこの力を抑える仕組みになるんですね。ととこころがそういうい全く考えずに、 あの自分たちの国はいやだ日本とロシアの関係じゃなくてアメリカアメリカ様が、ね、どうするかとアメリカが右手い右左手い左黒と言えば黒白と言えば白というふうにアメリカの言ってることを聞く、ね、でアメリカが言ってる、ね、言葉に賛成していくのが日本の安全保障上正しいんだとこう思ってる人がたくさんいるわけですね。こここが問題なんでですよ岸田総理にも実はこの、まあ、武力封鎖あったんで 去年の2月にですねすぐに私はこれあの岸田さんのところに官邸に行きましたよでこのロシアの敵対関係にな、ね、っていわゆる経済制裁とかね今どんどんやれと言ってますけれどもねあの当時もそうでしたでそんなことはねやる必要ないというかまあ形だけやっておくのはいいとねっ、まあ、西側諸国の一員としてまあ NATO の人間ではないけれども 西側の人間として、まあ、アメリカに対してね、まあ、じゃあちょっとお付き合いだけしときましょうか程度のことはいいですけど本当に、ね、あのロシアをとの関係をですよね決裂させるのとこまでやる必要ないとなんでそんなことするんですかと私は岸田総理に言いに行ったでしかしその時岸田総理はいや何もロシアと敵対関係するつもりはないんだと。 ね、あの中国に対する牽制のためにやってるんだよとこういう説明は私にされましたけれどもまあしかし、そういうふうにはなってませんよね、現実問題、ロシアとの関係どん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 ん、えー、悪くなっていく、そしてウクライナの支援をすると、であのウクライナの支援って支援する前にまず戦争をやめろでしょ、これはね。でほら でそれこれはもう本当にね、えー、何で戦争になったのかというのを先ほど言った経緯を見てくるとでこれはちょっとかなりねウクライナに問題があることは間違いないわけですよというかアメリカに問題があったことは間違いないわけでそのアメリカの思惑でどん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  NATO を広げていくというのはねまさに国際情勢をもっと、ね、最悪の状態に持っていくとういうことで,でここはねあのちょっと考えなきゃなりません。アメリカと同じような民主主義体制 それにすればみんな戦争を起こらなくてそして一つの国境のない大きなそういうグローバルな体制を作っていくことがいいんだろうというねグローバリズムを崇拝している人の考え方アメリカがそうなんですけれどもね実際そうじゃないでしょうとアメリカの言っているグローバリズムというのは結局はですよ民主主義国家を作ったらよくなると言っているけれども一番典型は アメリカが中国に対してです、ね、今は敵対というかかなり牽制を加えるようになってますけれども日本を差し置いて自由主義諸国ではないけれども民主主義諸国にしてそのためには豊かにして、ね、あのそうなっていけば彼らだってその人権とか、ね、自由とかそういうことが分かるはずだから、ね、強権的なことやらないはずだ。 と思って援助や協力をやってきたら今何が起こっってているかというとう全く逆さままの結果になってますよねでこれに、まあ、トランプ政権は気がついて、えー、もう中国に対してはもう敵対的な、えー、この意思表示をしだしたわけですけれども、まあ、バイデン政権も、まあ、そういう立場を守っているようではありますけれども肝心の日本がですね,ね自分で自分の国を守るのがアメリカの意向を受けてですねアメリカが右手や左という形でやっていくのでは ダメじゃなないいかととうことなんですね、まあ、そういうことを今私は考えるわけで、まあ、NATO との関係もですね先ほど言いましたようにそもそも関係ないんですよこれは日本はそこに巻き込まれる必要は全くないしそこで一緒に NATO と一緒になったらますますロシアと敵対する関係作るだけじゃないですか何の意味があるのかと、まあ、ここはしっかりですね岸田総理にも私は訴えなきゃならないと思っています。とということで えー、今週は十考士 A さんほかですね、パテントアイランドさん、税金大輝星さん、えー、熊五郎さん2通、自民党は統一教会さん、電気屋さん、えー、それから十考士 A さんは3通でしたね、えー、榊高正さん、一藤良山さん、良団さん、えー、ゾウざらしさん、犯罪組織財務省さんが3通、きむち鍋さん、野瀬太郎さん、えー、以上17通いただきましたありがとうございました。